トゥデイザイです。今日は先週から始まった健康コーナーアイオンヘルスです。リンパマッサージ編第2回、足先から太ももまで足全体をマッサージする方法を覚えてしまえば足も細くなるかもしれません。今日も長年セラピストとして活躍していらっしゃる石村かな子先生に教えていただきます。よろしくお願いいたします。今日は足が細くなるマッサージ、はい、皆さんですね、自分の足が大きい太いって悩んでらっしゃる方がとっても多いような気がします。でも実際は皆さんご自分の足をご存知じゃないというか、本当にむくんでらっしゃるだけなんですね。ではレッスンの前にリンパマッサージの注意点のおさらいです。リンパは流れる方向が決まっているので、その方向を間違うと逆効果の場合も。また食後30分以内や体調の優れない時に無理してマッサージするのはやめた方がいいそうです。でははじめに足先からふくらはぎまでのマッサージを教えてもらいましょう。今日から先生の手の動きがよくわかるようモデルさんに協力してもらいます。ここでのポイントは足首。足は甲がありますよね、はい、この甲の半分は外に、足の指の間からしっかりリンパ外に流します。どのくらいの圧力？ここは本当にまあ気持ちいい程度なんですけれど、うん、甲の半分になったら今度はこっちに持っていきますね。全体に持っていきながらと、ここで先生から聞き逃せない一言が。足首が太くなると足って全体に大きくなります。老廃物が溜まりやすいという足首、このリンパの流れが悪くなると足がむくみやすくなるそうです。このアキレス腱の横のこのくるぶしの横ですね、こうしっかりほぐします。アキレス腱を柔らかくしたら、そのままリンパの流れを逃さないようふくらはぎを通りリンパ節の集まる膝の裏に流し込んでください。膝の裏に持っていったら、くぼみを少しほぐします。さて、次はセルライトまで自分で改善できてしまう太もも。太もものマッサージの前には、まずリンパ節の集まる鼠径部、足の付け根をほぐしてください。まずは流しますね。最初に太もも全体を膝から鼠径部に向かってマッサージします。太ももは脂肪がたまりやすいところなので少し痛いぐらいに力を入れても OK。 叩いて刺激を与えるのも効果的だそうです。グーでもいいです。とにかく流します。もう流す、はい、とにかく流す。特に脂肪のつきやすい内太ももは柔らかくほぐすように内側に揉み込んでください。そして再び鼠径部に向かって少し力を入れてマッサージします。最後に鼠径部の外側にリンパを流します。ではここで足の気になる部分別マッサージ講座。膝の上についた脂肪が気になる人は、この膝のこの部分をまずちょっとこの辺にいっぱい余計なものがあるんですね。膝をこう回り込むような感じですね。そしてもう全部この膝の裏に持ってくるんです。なんかお肉をこう隠し込む感じ。そんな感じですね。とにかく全て膝の裏にね。そしたらここからこう流れてくれるんですね。なるほどね。それでここまで、ね、鼠径部まで持ってくる。太もものセルライトを重点的に取りたい人は、はい、脂肪っていうのは本当にあの古くなるとこう固まるんですよ。硬くなるんです。じゃあこう、うん、揉んでいて硬いものを感じたらそこだと、ちょっと圧を入れて潰してる状態で脂肪を潰すような形で揉みほぐした後は、太ももの下半分は膝の裏、上半分は鼠径部と近い方のリンパ節に流し込みます。最後にまた少し力を入れて膝から鼠径部へとマッサージしてください。でセルライトを自分で処理できるっていうのは本当に驚きですよね。そうですね。だから皆さん本当に1日も早くご自分でセルライトをね潰してください。で、1分でもいいです。1日1分でもいいですので流してあげてください。はい、ありがとうございます、
石村先生によりますと、足は心臓から送り出された血液がまた心臓へと戻る折り返しの中継ぎ点で、足の血液の流れが滞ると臓器に血液がうまく運ばれなくなるんだとか。毎日足をマッサージすることで血液やリンパの流れが良くなって、全身の新陳代謝が良くなり、全身をマッサージしたのと同じくらいの健康効果が得られるんだそうです。来週のアイオンヘルスは気になるウエストのリンパマッサージです。お楽しみに。